これね、そう、今年も来たんだけど、こんばんは、こんばんは、ゆずまほの二人ね、びっくりだよ。自分でヘアアレンジしたの。そう、ちょっと後ろ汚いかもしれないし、今日はちょっと天気が悪くてボサボサなんだけど、この自分でねじりました。こんばんは、こんばんは。今日は今年初のコンビニのおでんを食べました。今年2023年おでんデビュー。このねやつバックプリントがついてるので、すごいペリペリすぐ壁にくっついちゃうんです。そこが難点だけど、今の時期にちょうどいいぐらいの暑さなのでね。お餅の食べたい、私もお餅食べたい。餅巾着、だいたい私がコンビニで買うとしたら大根とこんにゃくと餅巾着とはんぺんぐらいですかね、買うとしたら。で今日買ったのはおでんと、あ、そう大根とこんにゃくだけ買いました。だいたいそれが好き。なんか買ったの言うてちょっともう多分10時ちょっと前ぐらいだったから、なんか食べたいけどどうしようみたいな感じで、あのヘルシーな大根とあれだけ買いました。こんにゃくだけ。そう、ちくわぶは大好きだけど、コンビニではまあたまに買うかなぐらいかな。なんかお家であのおでん作る夜ご飯の時とかはちくわぶ大好きだしめっちゃ食べるけど、コンビニなんか自分で買う時はだいたい餅巾着、大根、こんにゃく、はんぺんのどれか。あ、でもちくわぶもね、その季節一回は買うかな。卵は自分では買わない。そこまでね、なんかおでんの卵めっちゃ好きってわけじゃないから、あれば食べるけど、なんか自分で買うほど好きではないので、卵は買ったことないです。餅巾着好きっす。え、そう、餅巾着めっちゃ美味しいよね。本当にね、餅巾着私も大好き。私はあんまり、てかいつもセブンのおでんが多いんだけど、そのなんか味噌がもらえるんですよ、セブンイレブン。そう、それでその味噌に大根とこんにゃくをつけて食べるのがもう大好きすぎて、もうそれが大好きすぎて、はい、美味しいんです。なんかもう味噌田楽みたいなね、味噌大根みたいな感じなんだけど、それが好きすぎます。美味しいですよね。皆さんのナンバーワンは何ですか？だけどあのはんぺんとかちくわぶも大好きで、私本当におでんで好きなのがちくわぶとはんぺんと餅巾着と大根とこんにゃくみたいな感じかな。なんか練り物とかはあんまりなんか、まあ、あれば食べるけどみたいな感じかな。いやでもね、今年の冬ね、おでん屋さん行きたいんだよな。なんかおでんのさ、なんか居酒屋みたいなのあるじゃないですか、めっちゃ行きたくて。去年なんかそのおでん屋さんの前、おでんの居酒屋の前通ったんだけど、めっちゃ混んでて入んなかった思い出があって、だからおでん食べたいです、お店で。
ビザがもらえるの初めて知った。そう、セブンイレブンで多分なんか置いてあるか言えばもらえると思います。今日も言ったら、置いてなかったので言ったらもらえました。すいません、味噌とからしください。牛すじ、いや私ね牛すじって食べたことないんだよね。確かおでんの、でんの牛すじ食べたことない。コンビニで自分じゃ選ばないし、家の牛すじあんま入ってない気がする。わかんないよ。いやでももうそんな季節ですよ。もう半袖しまっていいよね、さすがにね。さすがにもう半袖着ないよね。ピザマン、うわピザマン食べたくなった。こんばんは、こんばんは。待って、やば、やばくないけど、やば、今日日曜日ってこと忘れてた。私やらかした。イベント終わっちゃってるんだ。私本当にすっかりなんか今日がイベントの最終日ってこと忘れてました。日曜日ってことは分かってたんだけど、イベントが今日の10時までってのをめちゃくちゃ忘れてました。だから今もうイベント終わってるんだと思って、今さなんかふとさ見てさ、イベントないんだろうと思って見たらさ、終わってんじゃんと思って、やらかした。ちょっとすみませんやばすぎだね。なんかめっちゃすっかり忘れてた普通に。こんばんは、こんばんは。明日はスポーツの日らしいですね。ね、普通に忘れてた、やばいね。明日からは別のイベント参加しようと思ってます。ね、すっかり忘れちゃってたよ。すいませんそんなことあるのって感じだけど、忘れちゃってました。こんばんは、こんばんは。昔で言うと体育の日。なんで変わったんですか、体育からスポーツに。何か理由はあるのかな。こんばんは、こんばんは。なんでだろうね、わかんないよ私には最近はスポーツは全くやっていません。スポーツやりたいな。私はスポーツはやる方が好きで、そうなんです、まあ、見るのも好きなんだけどね、自分で実際やるのも好きです。めちゃピリピリ、やばいな、めちゃめちゃピリピリなるんだよね。こんばんは、こんばんは。そうなんですよ、なんかさ高校とかのさ部活でさマネージャーとか人気じゃん。だからすごいなと思って、私はまだっていうか高校生の時とかに中学生とか、まあ、中学はマネージャーなかったけど、多分中高でマネージャーを、部活動のねマネージャーやろうと思ったことは一度も意外となかったですねえ、
すごいよね、マネージャーの方って大変じゃないですか、めちゃめちゃいろいろ、すごいなって思います。 e スポーツはしますか？しないです。なんか昔さ e スポーツ大会みたいに一回あったじゃないですか、 AKB で。その時に初めて荒野行動入れてちょっとだけやったんだけど、その子は全然やんないですね。大変そうだね。大変だよね、めっちゃ。しかもその時はやっぱマネージャーやってると自分もやりたくなりそうって思ったなんかそう、バスケのマネージャーとかあったらバスケやりたくなりそうって思ってね、すごいなって思ってましたね。高校は半年間だけ茶道部に入ったんだけどでも半年間だけ何も身についてないんだけどね、ちゃんと言っとけばよかったな。茶道ができたらかっこよくない？そう今思えばね、ちゃんと茶道部、茶道部でも半年で行かなくなっちゃった。私で行かなくなっちゃったんですけど、なんか高校では私あんま部活のやる気がなくて、ちょっとなんか分中高1の文化祭終わったぐらいからなんかあんまり行かなくなりましたで別に辞めますとも言わずに行ってたら、次の年のなんか部活動の人数とか見てたら、私とか友達のなんか入ってなかったから、あーってなりました。茶道部とお茶立てる感じなの？そうですね、やっぱ先輩とかお茶立ててたんですけど、やっぱ1年生って結構意外と茶道部新入部員が多くて、最初の方はただこうお茶立てるのにいっぱいよなんか順序があるじゃないですか、そういうのまだやらずにお茶碗にお茶入れて粉入れてお湯だったかな、わかんないけど、なんかこういうので茶ふさだけなんかいうのでこうやってやってこうやってやって茶碗みたいな感じのはちょっとだけやりました。こうなんか拭いたりとかちょっとだけやりました。でももう全然わかんないぐらいです。先輩たちはめちゃちゃんとお茶立てるやつになんかこう座ってこうなんかすごいいっぱいやってたんですけど、私は全然そんなやるところまではいなかったです。でもね、ちゃんとやってればね、茶道できますって言ったかもしれないから、すごいもったいない気もしたけど、ちょっとね高校生は部活やる気があんまり向けなかった。いやもったいないね今になるとわかるね。ね、特技茶道って書けたらねすごいかったですよね。そうなんですよ、着物は一人で着れる？着れないです。その部活動は何でしたっけ、部活動は着物じゃなくて制服でやってたので、全然着物は一人で着たことないし、なんか浴衣とかも、まあ、最近着てないけど普通に着せてもらってるので、全然着れないです、一人じゃ。でも高校生になったら私はバイトしたいってすごい思ってたので、そうなんですよ、だから部活より部活の時間じゃなくてバイトしたいっていう感じだったので、そうなんですよ、あんまり。でも言うて茶道部の活動って週2ぐらいだったの週2ぐらいだからなんかねえ。でまあ活動始めたら多分難しいよね、絶対そのまま
続けるってのはすごい難しいなとは思うんだけども、だからまあ無理だったかもしれないね。茶道の作法を学ぶ感じの部活だったんで、最初はでもやっぱ茶道部人気でした。なんか意外と茶道部意外と人気で、なんか十何人同級生で入ってきた人いたけど、あのねちょっとまあちょっと半年しかいなかったですね。こんばんは。こんばんは。でもここの遅れ毛はちょっと巻き直したんだけど、こっちのまあほんのちょっとの巻きは朝からこのまま、今日そうだね、天気悪かったよね本当に。だから私高1の5月ぐらいからバイトした、実はまあ入ってから辞めたんだけど、1月は半年間ぐらいだけ高校生の時はちょびっとだけバイトしてた言うてちょびっとなんだけどね言うてちょびっとなんだけど、バイトだけちょっとだけした。懐かしいです。こんばんは。こんばんは。皆さんはどこでバイトしたことありますか？なんかさ、美味しいところでバイトしてみたいな、なんか焼肉屋さん、まかないとか、まかないとか憧れますね、なぜか。でもまあ高一の半年間そんなに開かしたエピソードはないですかね。いやあるけどない、やらかしたエピソードは。首が前に出ちゃう、肩も前に出ちゃう。ラジオ局、自転車で郵便配達してました。高校生すごっ。タイズ行った時の店員さん、みゆちゃんに目元に出て二度見したらって、すごい嬉しいすごい。でもそういうのありますよね、なんか似てるみたいな。私もなんか普通にバイトじゃないんだけど、この前100円ショップ行った時にめっちゃ弟に似てる人がいたのなんかちょっと ここからここみたいなの見てて、えみたいな、えで弟みたいな、うわなんか似てるって言うんで、えでも違うよなと思って、うわどうだろうって結構迷ったレベルで似てたの。なんかえちょっとこういろいろと見て、いやでも違うよなと思って、いやでも似てるなと思った本人じゃない、本人じゃない、やっぱ似てる人っているいるんだね本当にね。ね本人じゃなかったです。そうでもねすごい似てた、一瞬声かけようか迷っちゃったぐらい。でも一人でいなかったから声かけないけど、でもね自分に似てる人って私まだ見たことなくて、会ってみたい。なんか日本じゃ、日本じゃないけど3人ぐらいいるらしいよね、なんか自分に似てる人って。え超会ってみたいんだけど、自分に似てる人自分で分かるのかな。窓拭きバイトは時給が最高でした。怖そう、高そう、高さが。あってほしい。ね
超痛い。でもどうなんだろうね。セナタンとかにいて、いる、あの畑さん、畑美咲さんだっけ、あのラストアイドルの方ですよね、元。めっちゃ似てる。めっちゃ、セナタンって思う時、私ね今まで2回ぐらいありました。めっちゃ似てるみたいな本当に似てる、セナタンってなった時ね、私あのフォローしてるんですけど、インスタ多分わかんないけど、あのねめっちゃ似てる本当にセナタンが髪の毛巻いた、ちょっと大人っぽくなっ、めっちゃ似てますね。私はでもあんままだ見たことない。似てるよね。なんかやっぱそういう似てる方いるとさ、今なんかロールモデルとかあるじゃないですか。なんかその自分が似てる芸能人を参考にしてメイクとか真似すると良いよみたいな、そのロールモデルにする方が分かんない。私誰似てますか。似てる、近寄るとかいないかな。いたら教えてほしい。めっちゃ見てみたい。もう意外といそうな顔です私。セナタ似てるよね、本当に。それは私も思います。からな。でも私結構ゆずに、吉橋ゆずかちゃんに似てるって言われたことある。でも自分では本当に全くわからないんだけど、多分似てないと思うんだけど、なんか似てるって言われたことが何回かあります。結構でも自分では全然似てないと思ってるああ可愛くないぞってねえ。誰か似てる人ないかな。ちょっと前髪が長いですね。ねえ、会いたいですね私と似てる人。卒業公演の話題になってたね。だって何がだ、何がだ、何がだ。前髪が長い。唯一無二ということで。誰だろうね。全然わからないです。世の中に似てる人3人はいるって言うからね。ね、どこら辺の顔そうですか私。あの都道府県、なんか沖縄っぽい顔とかあるじゃないですか。どこそうですか私。何県にいそうですかこの顔。なんか北海道顔とかさ、沖縄顔とか、関西顔とかあるじゃないですか。埼玉って知ってるから埼玉がすぐ出てくる。確かにそう知っちゃってると難しいよね。わかるこんばんは東北。おー福岡っぽい。あ、福岡嬉しい。秋田県から美人が多かった。すごい秋田美人。東北ってさ、なんか色が白くてさ、なんか色素が薄い系の方が多いイメージがあって、さあめっちゃさ羨ましい。本当に色素薄いの羨ましい。あとは
沖縄の方も可愛い方多い気がする。てかまあどこでもね可愛い方がいたらもう可愛いんだけどさ、埼玉出身のアイドル確かに多いね。来たかと思います。へえ嬉しいですね。秋田沖縄はあの楽器新垣結衣さんとか沖縄だよね多分し、最近のトーマ・アミーさんっていう最高の教師とかいろいろ出てる女優さんも沖縄だし、いやー可愛いなーと思ってなずなちゃん沖縄っぽい。確かにもう目がくっきりだからね、なずなちゃんめちゃめちゃ可愛いです。なずなちゃんなずなちゃんに早く会いたいです。2ヶ月前ぐらいに会ったけど、3ヶ月ぐらいか、3ヶ月前前ぐらいに会ったけどさ、ねえ早く会いたいです。言うてなんか会わない時は全然連絡取らないので、ちょっと早くね早く会いたいですね。なずなちゃん濃い顔の意味ですが書きは違うな。ねえ全然濃くないですよね。でも最近なんかインスタでめっちゃ可愛い沖縄の子見つけて、そうなんですよ可愛いって思いました。だから最近沖縄のあー沖縄だっていいな沖縄ってなりました。で福岡の方は本当に可愛い子い TikTok で見てて、可愛いと思った子の福岡率高い本当に、かわいい、ああ福岡ねってなりますねなんか福岡って目がパッチリな子が多いイメージある。なんかいや福岡はもうやばくないですか。だって今田美桜さんとか橋本環奈さんとかもう福岡じゃないですか。もう福岡はもう可愛い子ばっかりですよ。あの乃木坂のさ一ノ瀬美空さんとか福岡です。福岡は可愛い子がいっぱいですね。でもどこも可愛い子がいればどこの県でも可愛い子はいるよね。本当にね本当に可愛い子はいっぱいいますね。みんな可愛すぎてびっくりした。あと20分ぐらいやったら終わります。始まる前はちょっと平成フラミンゴさんの YouTube を見てました。34分の動画で23分まで見てた。あと9分なのあ見終わったから配信しようかなとか迷ったけど、ちょっとまああまり遅い時間になるのもなと思って止めました微妙じゃないめっちゃあと9分ってなって。私結構 YouTube 最近 1.5 倍速で見てるので9分もない、多分6分ぐらいじゃん。あと6分ぐらいだったんだけど、なんかちょうどやめる気になって。わかります、なんか私結構本当になんかダラダラしちゃうんだけど急にやる気になる時があるんです。なんかこう例えば YouTube 見ててあーもう動かないとみたいな、こうやってなんかふとした時よしってなるの。なんか急にベッドとかにいてもうわー動けないで今って感じじゃない時によしってなる急にやる気スイッチが入る。こんばんは。ひとみちゃん卒業発表したの知ってた。知ってるけど卒業発表するのは知らなかった。したのは今は知ってるけど、そのするっていうのは事前には知らない。じゃあなんか
ツイッターでさ、掘ろうとさ、おすすめがあるじゃん今って。私大体おすすめの方で見てるんだけど、それでさ、なんかうわ止まらないみたいな感じのさツイッター見てさ、また誰が卒業発表したのかなと思ってさ、こうちょっとさかのぼってみたらさ、ひとみちゃんが卒業発表しました。ひとみちゃんってなりましたそう、普通にリビングに、ひとみちゃんトラさん二人だと思ってびっくりしちゃった。ハートもびっくりしたし、ねえ、二人はびっくり、本当に。なんか全然なんか想像してなかった。ね。まあ分からないですよね。うん、本当に全然分からないです。ねえ、トラさんは二人です。みんな、トラさんの人に会いたいですね。卒業してからあんまり会えてないですね。その会う人はいるけど、みんなとは全然会えてないです。こんばんは、こんばんは。会おうと思えば全然あると思うんだけどね。ドラ1もドラ2も1人、ドラ3が2人なら、ドラ2としてに決めずに。そうなんだ、そうね。ねえ、ドラフト少ないですね、今ね。みんな頑張ってほしいですね。私も頑張らなくてはですね。今日はあと、まあ12時ぐらいになったらやめますね。ねえ。いやでもさ、ドラさんももう6年丸6年ぐらいらしいもんね、本当に丸6年ってすごい。てかさ、ハータもさ、なんか13歳の頃からみたいなブログに書いてあってさ、もうそんなハータが今もう18歳とか今。いやもうでもそう考えるとさ、もうすごいよね、時の流れが早すぎて。6年ってすごいよね、本当に。結構やっぱ足がしびれてきました。6年すごい。でもやっぱもう先輩たちはもっともっとだからね、本当にすごいなと思うけど、でも6年って聞くとすごいと思うし、でも早い早い、もうそんなみたいなね、びっくりですよ本当に。時の流れが早すぎて、ハータの13歳ほんとかわいい。ハータほんとかわいいんだけど、私もずっと初期からもハータずっとかわいいかわいい。ハータは13歳とかだとにさ、しっかりしててさ、ほんとにハータはね、めっめっちゃしっかりしてて可愛かった。でも赤ちゃんみたいなお顔で、でもしっかりしてて可愛い、本当に可愛い。ベビーフェイス、ベビーフェイスの顔めっちゃ好きです。こんばんは、こんばんは。ねえ、だって私もだってまだ10代だったもんな。本当に自分が10代のことにびっくり。入った時はギリ16歳ぐらいだったんですよ、私も多分。そう考えるとびっくり。そしたらでもさ、今ですらさ、もう1年が秒なんですよ、本当に。なんか今が10月なんて信じられないぐらい本当に秒なの、最近1年が。だからさ、もっと早くなるってことだったらもうどうなっちゃうんだろうってぐらい、ちょっとなんか早いです今も。
これの2倍とかになるんだったらもう本当にやばいと思う。気づいたら50歳私も絶対。でも言うて50までその半分までは来てるわけだから、0歳から22歳までもうめっちゃあっという間だったからね。え早いね。ねえ本当にあっという間なんだけど、だから今年早すぎない？なんかええみたいな。もう10月の今日8でしょ。ついこの間年越したのに早すぎる。でもねもう気分はクリスマスなんだけどさ年の速さを感じるね。私もやだよ23歳なりたくないよ。もっと年取りたくない。もう年取りたくないです。もうこのままがいい。なんか年取ることはいいんだけど、なんかなんて言うんですか、年取れる感じじゃないその23歳にふさわしくない気がしてるので、ちょっと年取りたくないです。年だけどんどん上がっちゃうみたいな、ちょっとダメな状態ですね。ちょっともう23歳になれないんじゃないかってぐらいわかんないけど、年取りたくない。まあ23はまだ大丈夫か。今22歳が若く感じるんだろうな、もっと4年後になったらね。まあ本当に今が一番若いという言葉を私は心に毎日生きていこうと思いますね。そう、ちょっとずつ年は取っていくからね、今が一番若いということを胸に、はい、頑張っていきたいと思いますいやでもクリスマスって思う。だってもう、まあ、まだ街でクリスマスは見ないけどさ、まだね見ないけど、まあ、ハロウィンだね次は。あのこの前のイベントでゲットできたあのなんかキャラクター風のやつは届きました。まだ着てないんだけどね開封はしました。まあ、ハロウィンの近くの日にやろうと思います。まあ31の、まあ、夜ならできるかな多分。結構遅い時間になると思うけど、ちょっとハロウィンですね。コスプレ本当でもないキャラクター、着ぐるみなんていうの、着ぐるみでもないんだけど、なんていうんですかね、なんかハロウィンの日の多分配信ではめっちゃ遅いと思うハロウィンの日終わるんじゃないか、ちょっと前ぐらいみたい、多分予想できたけど。ユニバは行けないの、ユニバ行きたい。最近こういうちゃこういうやつなんかめっちゃ流行ってない、なんかゾンビのやつ超行きたい。もうめっちゃ行きたいユニバのハロウィン。なんかさコラボしてるやつがめっちゃ可愛いんだよね、キャラクターの食べ物のやつが。めっちゃ行きたい私もユニバー、本当に。けどユニバー遠い、大阪だからなかなかですね、なかなか行けないですね。ユニバー行きたい。ゾンビでも怖そうだね。私あんまなんか別にそういう系得意ではない行くと行ってみたいけど怖いけど、なんかお化け屋敷の子は別に好きじゃないけど入りたい的なタイプ、わかります？なんか
なんかみんなで戦術迷宮入ろうって言われたら、え、入ろう入ろうって言えるタイプでも、めっちゃ怖いけど楽しいじゃん、みんなで入るのが。でも怖いけどね。でも心霊スポットとかは絶対行きたくないし、自分の携帯とかで心霊のやつは見たくないし、テレビとかで録画とかも絶対しないし別に心霊は好きじゃないけど、一人だったら絶対入んないけど、みんなで行こうってなったらお化け屋敷ぐらいは行きたいですね。行きたいっていうか全然行きます。あとは私お化け屋敷入ったら怖くて立ち止まる派じゃなくて、怖いからこそあの前に進む派ですそうでもめっちゃ怖いよね本当に。ちょっとでもそういう話するだけでめっちゃ寒気してくるめっちゃ鳥肌が立つけど、すごい今鳥肌立ってるでもまあ幽霊とゾンビってまた違うよね多分。幽霊とゾンビって違うから、ちょっとユニバのゾンビは行きたいし見てみたいねえ。ユニバは人生で一度しか行ったことないんだよね。今何時だろう、50分、あと10分したら終わります。あと私 YouTube 最近中町兄弟チャンネルにハマってて、今日も朝3本ぐらい見たし、さっきも1本見たし、めちゃめちゃハマってます。中町兄弟好き、え、面白いですよね。めっちゃね最近になってハマりました。え、面白いですよね、すごい面白いんですよなんかよね、面白いです。最近ハマりました。こんばんは、こんばんは。あとはね南チャンネルとかはいっぱい見ますね。あとはひまひまチャンネルっていう方、なんか結構なんか高校生ぐらいの子見ちゃう全然自分より年下のチャンネル見ちゃう。あとは平成フラミンゴ、エミリンチャンネル、森家の日常も見る。あとはカジサックチャンネルとかもたまーに見たり。私あんまりチャンネル登録してないから、おすすめで出てきたやつをお先日記とかも見ます。そこらへん、さくらチャンネル、さくらちゃん、ちょっと高校生とかなんか見るの多いかもなんかあんまりなんかめっちゃ YouTuber ってめっちゃ YouTuber っていうかなんか有名な東海オンエアさんとかあんまりなんかとか意外とあんま見たことない。最近 YouTube って始めてなかったYouTube 始めてない。あとなんだろう、 YouTuber といえばスカイピースさん、たまにコラボしてるやつとかはたまに見たりするから。あんまりねヒカキンさんは前にルームツアーをね見たの。もうねめっちゃ憧れました。すごいの、なんかお風呂にジャグジーがあったりとか、スピーカー、
テレビとかすごくて、わーってなりました。わジャグジーってジャグジーなーってなりましたね。とってももう夢がありましたね。だからルームツアーとか見るのめっちゃ好き私。なんかルームツアーと購入品紹介見るのがめっちゃ好きです。あとは旅行のやつとか。そう、中町兄弟は LA のやつを見始めて、多分ね、多分そっからなんかいろんなの見始めたかも。で今日その過去動画で全然見てないのがあるからあれを見たんですよ。なんか中町兄弟1周年の動画かな。それの最後にそのあやちゃんがあの個人チャンネルが多分100万人いったって1年前ぐらいの動画で2人とも泣いてて、もうメイクしながら見てたけどめっちゃあの泣きそうになりました。本当にもう最近涙腺弱くてさ、もうなんかもうもう涙腺弱くて私もめっちゃ泣きそうになりました。もうここら辺まで来てたメイクしながら。もう感動だよ本当に。もうもらい泣きしちゃうんだよね。もう最近ね涙腺が弱くなりました。だいたい一人の時はめっちゃ全然泣くけど、でも誰かいたら泣かないです。泣きたくない派なので、多分泣かないけど、もう部屋とかでなんかドラマ見ながらめっちゃ最高の教師とか超号泣だった。もう3週連続ぐらいで最高の教師見ながら泣いてましたね。私はもう何が弱いかって結構家族系の話が来たらほぼ泣ける。はい、家族系はちょっと弱いですかね。なんでだ。あと 2,3 分したらランキング読みます。すごいさ、眉毛の下がかゆい。眉毛の下がかゆい。明日は衣替えでもしようかな。半袖しまって長袖。もう10月入ってからずっと長袖ですわ私。今日もこれ。こんばんは、こんばんは、こんばんは。あとはいやでも最近はまだね、なんかウポチャムにハマってるんだけど全然あのグッズがない。多分ネットとかにあるんだろうけどなくて、で今なんか温泉とコラボしてるらしいんですよ。だからそれに行きたいんだけど、だからだからな、だからいつか行ってるかもしれないです。ちょっと迷ってる。ちょっと行こうか行かないか迷ってる。イベント中ですか。今はねイベント参加してないです。何もちょうど今日の10時で終わってて、明日からまたなんか参加しようかなと思ってます。本当に今日びっくりするぐらい、なんかそのちょっとイベントの最終日10時ってことを忘れてた。普通に忘れてた、すみません。なんかね忘れてました、すいません。本当にびっくりするぐらい
ね、最近曜日感覚があるようなないようなです本当に。でも今日日曜日ってことはしてたんだけど、なんかすっかり忘れてました。こんばんは、こんばんは。やばいですよね本当に。すいません、また明日から何かイベント参加しようと思うんだけどさ、どうしよう。59分ありがとうございます。うわもう12時だって12時ってもう真夜中だよ。私結構高校1年のまあ AKB 入る前までぐらいはもう全然12時以降起きてない、もう日付変わる前にほぼ寝てたみたいな感じの、結構ちゃんと寝てましたなんかテスト前日とかでも全然12時前とかに寝てた。だからね、結構ちゃんと寝てる人でした。おじさん私もおめでとうございます。12時ありがとうございます。最近はまあ12時前に寝ることってほとんどない、本当にもうないね。12時前に寝るってことはなんか別にやることがなくても結構12時以降まで起きちゃうこと多いから、もう11時台に寝るってことはもうほぼないです。でも高1まではねめっちゃちゃんと寝てましたねえ懐かしいですよ。まあ睡眠は大事ですからね。やっぱ睡眠時間が足りないとダメですね本当に。では12時1分にもなったので終わりたいと思います。13位ペングインさん、12位フォルテさん、11位エルさん、10位ガチャさん、9位竹本さん、8位ゆきえちゃん、7位ミスターミチさん、6位シーラバージャさん、5位オノピーさん、4位ヨシオンさん、3位ハルキーさん、2位ティールトロさん、1位コミさん、ありがとうございます。早起きは得意だったのかな。早起きね好きじゃない。早起きは好きじゃないありがとうございました。また明日も夜何時かわからないけど配信するのでぜひ見てください。